優事務所響き10周年記念響きファン感謝祭開催。響き所属の声優が大集結、歌ありトークありのステージを楽しもう。チケット情報はホームページをチェック。皆さんこんにちは、響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当はアイバイナです。イエーイ。はいはい、いや今回って今回じゃないよ、久しぶりの響きスタイルなのかな、そんなことはないのか、なんかすごい久しぶりに感じるんですけど、私はあの無事に少女歌劇レビュースターライトの舞台が終わってホッとしています。はい、今日はねこんな感じでオープニングサクッといって、めっちゃ写真撮ってんな、めっちゃ写真撮ってるねやばい。ということで、なんでこんなカメラの音がするかって、今日はゲストが来てるよ。さてさて、すごいですよ、もう早速呼びたいと思います。今日のゲストはこの方です。はい、こんにちはわーい、あ、いや、猿だ、どこ行くね、来て来て、わーい、あ、来てくれました。今日のゲストはこの方です。はい、どうもこんにちは、工藤遥香です。わーい、工藤遥香来てくれました。イエーイ、めっちゃ久しぶり。久しぶり、昨日会ったけどねですよ、ロゼリアでね、私たちは一緒でして、うん、ギター担当の氷川さよ役、氷川さよ役です。そして我らがボーカル湊ゆきな役の相葉です。はいみたいな感じで、ね、なんかこういう風に今日は2人で話すということで、うん、あんま動画で2人で話すってなくない？動画とか、うん、あとラジオもさ2人ってないんじゃない？そう ね、 ね、雑誌の取材ぐらいだよね。そうだね、うんうん、全然2人でトークをしたことがないので、今回はもう初と言ってもいいぐらいね、です、はい、ということで今回はこちらのテーマボックスからトークテーマを引いて、それぞれについて答えていきながらお互いのトークをするんだって。なるほどね。何話すの？え、じゃあ先私行く、うん、いっぱい入ってんじゃん。何？えい、最近一番連絡を取る相手は誰ですか？ LINE 電話など。それ聞いちゃう。これ聞いちゃう。これはね、これ聞いちゃうこれ聞いちゃう。じゃあせーので、せーの、アイアイいや、これは仕方ないよ。いや、これしょうがないよね。私たち毎朝ね、なんか今年の夏はすごい猛暑だったじゃない、記録的な猛暑で、アイアイは本当、うん、朝自分が死んでたらどうしようみたいなで、まあ、もしアイアイに何かあったら、うん、もうミコロンが何とかしてくれるでしょみたいな。そうそう、近いから ね、 ね、ミコロンが大丈夫なんじゃないって言っても、うん、でもミコロンもやっぱり毎日ね、アイアイの家に行ってるわけじゃないから、うん、誰が気づくの、誰が気づくのよみたいな話になって、じゃあまあ私と毎朝起きた時とか、うん、まあ、昼過ぎとかでもなんかちょっととりあえずスタンプを、ね、連絡、スタンプだけの連絡をし合おうみたいな、うん、生存確認しよう、そう続けてて、もう夏終わってだいぶ肌寒くなってきてんのに、未だにそれが続いてるんですよね、今日もね送りましたからね。そうそうそう、二人の思うモテる女子とは、でも気配りできる人、あー確かに、なんかちゃんとやっぱ思いやりのある人だよ。周りのことをちゃんと見れてる人かな、うん、そうだよね。ねえ、あとなんだろう、やっぱり料理できて、 お裁縫ができてみたいな、すごい、もう家庭的、家庭的な、完璧だね、なんかモテる女性なんじゃない？え、超完璧じゃん。うん、できないけど、できないよ、できないよ、完璧じゃんみたいな、できる体で言ってきてるけど、できないからね。あ、できないか、できないからね。え、モテる女子？でもそうじゃん。え、でもさ、料理とお裁縫ができても思いやりない子は私はモテないと思う。まあね、やっぱ思いやりかな。かな。でもどうなの？料理も裁縫もできないし、掃除もできないみたいな、うん、こうでも思いやりがあるって、うん、どうなの？でも思いやりがあったら、男性的にどうなの？その人のために何かをしてあげようと思うから結果できるんだよ。上手いか下手かを置いといて。あー、なるほどねって考えたら、ほら、思いやりがあるだけで尽くす女ってことか。え、じゃあモテるタイプって尽くす子ってことかな。そうなのかな。周りにいろいろモテるなって人
この女性すごいモテるなみたいな、アミタちゃんみたいな子だよ。あ、アミタちゃんはやばい、やばいね、やばい、最高です。あれはそう考えると笑顔の素敵な子はやばい。それだ。あ、結果モテる女子とは笑顔です。じゃあ次、はい、2人で出かけるなら何をしに行く？でも私はね、やっぱクドハルとね行けなかったのはね、やっぱユニバーサルスタジオUSJ USJ そうね、そう、あのー、なんだっけ、ハロウィン仕様のね、そう、ハロウィン仕様の時に行きたいって思って、結構スケジュールを見て、うん、クドハルと相談してたけど、あ、ダメだ、意外とダメなんだ、ダメなんだ。まあハロウィンじゃなくても行けるよ、うん、行ける。でも来年も行きたいな、ね、ハロウィン来年はね、いや好きだもん、絶対楽しそうだもん、うん、だ仮装したいもん、怖いやつも平気でしょ、うん、平気、めっちゃ怖い感じ、なんかゾンビのコスプレとかしたいもん、なんかうんうん、そう、驚かすこともできるらしいよ、怖いってしたいもん。やだよ、そんな人後ろにも横にも並んでほしくないもん、いるんだよ、でもそこら中にそういう人たちがこうやって、うん、楽しそう。だからハロウィンナイトね、ちょ来年こそ行きたいな。ね、まあでもなんか東京都以外のとこどっか行きたいよね。あ、そうね。旅行したいね。そう。でもあれだったよね。なんかどこ行きたいっていうさ、北海道と沖縄っていう選択肢があったとして、どっち選ぶって言ったら北海道って言ってたよね。うん。海より。海より山でしょみたいな。自然のね。自然もね。美味しい。緑がいいなみたいな。あ、言ってたね。あと北海道はやっぱりさ、なんだろうな、網走の方とかさ。わけがないとか、遠いよ。そう、なんかそういうとこ行ってみたいな。あと知床、知床。あ、いいね。絶対知床。あ、行きたい。うん、行きたいの。ちょっとじゃあ北海道。北海道なら割と。ね。ね、行けそう。うん。ちょっとそれまでにちょっと免許を取って。お。ね。行っちゃう。レンタカーでね。レンタカーで。うん、お。最高。しかもそんな危なくないし。そう。いいですね。危なくないしって本当に言ってるそれ。道路がね、そう、車が少ないから。ずっとまっすぐだから大丈夫みたいな。あ、そう。でも事故率は高いって聞いたけど。やばいなー。やば、なんでちょっと気になる。え、まっすぐだから。なんかスピード出てきてるよ。ちょうど言ってることめちゃくちゃだよ。ってな感じで。ちょっと二人で行くな。ちょっと遠出します。はい。はい。じゃあ次。の曲のここがかっこいい。なんだろう。何？ロゼリアで？ロゼリアで。ブレイクは分かりやすく、やっぱロゼリアかっこよいし、うん、多いよね。あと、うん、スターマインのマイクスタンドを背中に向けて、うん、マイクスタンドを背中に向けて、うん、こうマイクスタンドにもたれながらこうやって歌うみたいな。D メロかな。そう、うん、あれが好き。え、あらそう。うん、あれだ。隣でいつも見てる。こうやって。そんな。って。うーんって。でもライブの話だったら、またいや私ね、クドハルのちょいちょい出てくるこの腕のさばきね、うん、このさばきが絶妙なとこで入れてくるから、それをね、なんかね、ほんと絶妙なの。絶妙なんだ。そう、全然意識しなかったな、ね、いい。あと時々出てくる嘆きっす。あー、いいですね。だからロゼリアってさ、結構激しめの曲とか、厳しめって言ったらいいんだけど、強め、強めだね、曲が多い中で、なんだろうな、笑顔の時とクールの時のこの差がやっぱ好きで、そこの表情はね、なんとも言えないな。いいですね。いいですね。確かにね、目口とかもね、ものすごい激しく叩いてるのにめっちゃ笑顔みたいなね。そうこの緩急の差と言いますかね。そう、そこがやっぱ、ここはいいですね。絶妙にいいですね。もう質問コーナーは終わりということで。はい、あっという間ですね。楽しい時間はあっという間ね。そうね、もう終わりの時間になってしまったわ。ゆっくり話してきたけれど、新たなお互いのこと分かった？でもキャラな感じなのね。いや、キャラな感じでセリフ言い回しでよくロゼリア言っちゃうから、ね、いや、楽しい時間はあっという間ねっていうのは、このミナトさんがライブで最後の曲をやる前に大体言ってるのよ。大体言ってて、大切よ、このそれがなんかちょっとこう最近のリハの中でネタになってて、なんかいや、使えるんだよ。いや、だからお決まりだよ。カラオケとかね、みんなでもし行くことがあったとして、ロゼリア好きの皆さんがね、行っていくことがあったとして、もうプルルってなるじゃん、10分前に、ね、じゃあ、やるね。うん、プルルルルルプルルルルルプルルルルル、はい、受付です。お時間10分前ですが、延長なさいますか？いいです、帰ります。かしこまりました、はい、楽しい時間は
あっという間ねっていう感じで、ね、なるほどね。10分もうこのセリフを言ったらもう10分前よ。わかった、うん、10分前に使ってこう。使っていこう、みんなカラオケ行った時はね、うん、じゃあ最後に私たちから大事なお知らせです。言うと今お知らせです。はい、ロゼリアの5ヶ月ぶりのシングル、マジブレイブジュエルが12月12日水曜日に発売になります。やったー。レイ付き生産限定版には放送に先駆けてテレビアニメバンドリセカンドシーズンのオープニングブレイブジュエルのノンクレジットバージョンが収録されます。すごーい。わお、なんか私、ね、見てな い, 見てないのよ。どんな映像なのかしら、知りたい。うん、ね、なんかブレイブジュエルの曲さ、今回もまあかっこいいし、うん、爽やかなんだけどロックだよね。爽やかロック、うん、爽やかロックで、なんだろう、自分を責めないで抱きしめなさいっていうね、いい歌詞がね、すごく私は気に入ってますね。私その次なんだよね。弱さを知る者は強さを宿す。いいですね。いや、いい。あなたは手にしているから、そう、あなたは手にしているから、いや超かっこいい。もう最初からかっこいいから、でだとね、ラスサビ前とかにね、うん、ね、その盛り上げる部分があるんですよ。ラスサビに行くにつれてそこの部分に注目してほしいんです。なーなー、これは新しいパティーンかな、歌詞。はい、11月7日ロゼリアのライブリアーリアー、ライブビューイングチケットが一般発売中です。イエーイ、わーい。いや、どんなライブになるかね。ねー、いや、もうさ、泣いちゃったよ。何がリハで。あー、なんかメソ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 な気がしてメソメソはしてない。なんかめっちゃ感動したわ、もうめっちゃうるうるするわみたいな、なんかバーって泣いてて割とみんな冷めた目で見ました。何泣いてんの。ユッキーはうるうるしてるって言ってたもん。ユッキーはね、私はね思った。何、ユッキーとアイアイはね、やっぱ似てるよ似てる、涙もろいね。出番前なのにさ、ねえ、ずっとなんかもうおーおーおーみたいにすごい泣いてたりとかね。確かに。だからそうね、ね、やっぱ姉妹だなって思ったね。姉妹なのかな、やっぱり。まあ嬉しいよ、ユッキーと姉妹なら嬉しい。可愛い妹ができた。あ、本当な。私は？え、妹じゃなくて。いや、違うの。妹じゃなくて。あれ、そうか。ちょっと高原のちょっと存在考えとくね。うん、考えてて。考えとくわ。はい、ということで来てくれる人いるかな？見てくれてる人来てくれるかな？ねえ。ね、本当に頑張りますので、ちょっと。楽しむというかね、うん、今回もかっこいい。見届けてね、見届けてほしい。はい、ということで今日はここまで。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。では今日の担当はアイバーイヌとゲストの工藤遥